青虫に見えますね。さなぎ。ピカちゃん、おはよう。お母様、おはようございます。59.5。朝食ができました。今日は豆腐ハンバーグ。久々にパンでヨーグルトと今日はモンブランプリン紅茶です。ではいただきます。おっしゃー、一口ください。ダメです、あげません。いいじゃないですか、くださいよ。ダメです、あげません。おっしゃー、ぬきちー。あー、こんなに食べて大丈夫なんですか。いいんです、今日はちょっと食べたい気分なんです。そうですか、知りませんよ。完食しました。夫がこの靴下につけてピカちゃんを運んできましたよ。このおい、なんだなんだなんだよ。おい、こら、おい、どす、やめろ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 。ピカちゃんが見てる、ピカちゃん見てるよ。むしろ見てる、お父様、やめてください。むしろ見てくれや。お花に水あげてたらもう一気に汗だくですよ。もうあっつー、首の後ろもあっつー、汗だく。もうこういうので拭かないとやっとれませんね。あっつー、あっ、悪くなってますね。わかんない、曇りなのかな、ただの曇りかも。
からお母様お仕事行ってくるね。来て。大体私が洗濯物をしまってくると雨は降らないっていうジンクスがあるんですよ。これしまってきました。今帰ってきました。そしたらなんか置いてあるチータープリン丸ごとチータえプリン、プリンと見せかけて玉ねぎでした。びっくりした。こんな暑いところにプリンなわけない。今日のお買い物はこんな感じです。なんか視聴者さんがこれ美味しいって言ってたんで買ってきました。いやー、夫がパンやめたんでもう買わないつもりだったんですけど、実はこれちょっと前から気になってて、ちょっと前って2、3日前ですよ。気になってて、で昨日美味しいって言ったのとどめを刺されたんでもう買いました。美味しそうじゃないですか。明日の朝食べます。夫と半分こにします。ありがとうございます。そんな感じですね。今から夕食の準備をします。新玉ねぎ、新玉ねぎのスライスを作ります。目をやられてます。痛い。どうして。この焦げ目美味しそうですね。完成しました。こうして、うおー、できた。なんか旗とかつけたいですね。実は明日夫は仕事休みでした。明日土曜日なんですね。いやー、一週間って早い。今日金曜日なんて全然知りませんでした。なんで弁当作ってましたけど、明日昼食べるそうです。かわいい。の夕食ができました。今日は新玉ねぎ、そしてじゃん、ニンニクマシマシ餃子、そして唐揚げ、あと揚げたささみフライ、漬物、ゴールドキウイです。ではいただきます。おい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 、ニンニクが効いてますね。こんなん食べちゃったら明日どこにも行けないな。どうせ必ず来る。明日舞踏会があるからちょっと行けなくなっちゃうな。俺うまいわ。俺今すごく
ばいもん、ハンデうますぎる、ちょっとすぎるけど。うん。